明石家さんま、花大どんたくサプライズ登場に、約3万人枠大吉、ダメ元で頼んだらまさか。お笑い芸人の明石家さんまが10日、福岡ペイペドームで開催されたお笑いイベント、博多華丸、大吉プレゼンツ花大どんたくサポーテッドバイ往復の、青山。にサプライズ出演し、約3万人の観客を沸かせた。花大どんたくは、コンビ結成33周年を迎えた博多華丸、大吉が、地元、福岡と芸能生活を支えてくれたすべての人々への愛を、込め、33年間で培った人脈をフルに活かした、愛と人脈の総力戦となる大型イベント。ペイペドーム初のお笑いイベントで、中川や、ナインティナイン、フットボールアワー、千鳥、かまいたちら、50人以上のお笑い芸人が出演する。さんまは、ほぼ同期チーム VS 若手チームどんたく大運動会の開会宣言を担当。サプライズ登場に大歓声が沸き起こった。大吉は、ダメ元で頼んだところまさか来てくれることになりました。この方にやっていただけるのは本当に光栄ですと感謝し、さんまは、あんなに前からスケジュールを抑えられてと話した。そして、開会宣言では、岡村隆史を巻き込みボケを連発。会場を大いに笑わせた。